今回は、初期の丈太郎が可愛いに対する読者の反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。今日はお母さん遅いな。待つんだ。嫌なら黙ってさっさと行けばいいのにね。心優しい子だからね。この甘じゃなくてこの甘なのが嫌々だけどされるがままに親バカに付き合ってる感あって可愛い。反応的に普段から頬にキスくらいはさせてそうだな。ホリーさんに4コマ目してほしいからわざわざ口に出してる感。関係ないけどぬしぬしぬしって効果音は何なんだろう。床がきしんでる音かな。それか歩いてる音か。木製の床がきしむ音でしょ。お寺とか歩くとまさにこんな音出るよ。家教員をぶって縁側歩いてる音じゃない？重いすり足みたいな。歩いて床がきしむ音だとは思うけど、なんでギシギシじゃないんだとか言われると俺にだってわからないことくらい、ある。ギシギシだと家がボロいみたいに感じる。ぬしぬしは立派そう。のしのし歩くってのをわらき風に言い換えた感じかな。消えな、ニューヨークから来てくれて悪いがおじいちゃんは俺の力にはなれない。これでジョセフのことおじいちゃんって呼んでたのも可愛い。アニメだとすごい勢いでジジイまで落ちていくのが面白すぎた。おじいちゃん、じいさん、ジジイの流れに笑う。なんでグレたんだ。リサリサの血が悪いよ。ホリーの過去丈太郎は絶対改ざんされている。でも自分の息子がこんなレベルの男前ならこうなってもおかしくないだろうな。なんか急にグレたみたいだけど瀬戸線だか何かだと昔からこんならしいし。昔からやるときはやる、どっかからは完全に不良。ポルナレフも攻撃食らった直後はメンタルは現代のままだったのに昔からこうだったみたいになるのはなんか不思議だった。真面目で良い子だけど舐められたら確実に反撃するみたいな性格だったんだろうな昔の丈太郎。真面目に学校行く気はあるんだな。今日こそあの時点で行かなきゃって意識してるわけでもう良い子。割と学校に行くことに関しては意欲的だよね。漫画の不良は不思議とそうなんだよな。現実でも学校には来るだろ、友達いるからな。学者にもなるし好奇心旺盛だし勉強は人一倍好きでやってるよね。知的好奇心は相当だよね、学者になってるし。勉強が嫌いなわけじゃないからな。不良と言っても学校自体は嫌いじゃないんだろうな。威張り腐った先生とかが嫌いなんだろうけど。おじいちゃんよりは何もできることお前にはないぜって感じの皮肉だったようにも思える。ただこの血の良さを見てると素だったようにも思える。おじいちゃん一つだ。おじいちゃんあんたは悪霊の正体を知ってるのか？多分す。悪霊だよおじいちゃん。あれが久しぶりのジョセフとの再会だったなら昔の感覚でおじいちゃんが出たんだろうな。これで降参なんだよな。ギリギリマザコンだよね。恥ずかしいだけで母親が何よりも大事だし。こんなままいたら丈太郎じゃなくてもめちゃくちゃ大切にするよ。いや、母親は普通に大切にしてやれ。仲間内では役わからん宴会芸披露してたりねは面白いあんちゃんだと思う。素直じゃないけど自分にとっての正しさを通してるだけって感じはする。今日こそは真面目に学校行くぜとかわざわざつぶやいちゃうのが可愛い。でも初期は無銭飲食してたんだよな。気合を入れてやった教師は二度と学校に来なくなったしな。でも生徒が誰も、うわ先生をボコったキレてるジョジョだ近寄りたくねえ、じゃなくてキャージョジョよーっと女子にキャーキャー言われたり、男子生徒に喧嘩で負けるわけがないとかリスペクトされてるあたりとんだクソ先行だったと思う。威張るばかりで脳がねえって言ってるから教師に関してはそうだし、ぶちのめされたのはそもそも丈太郎に喧嘩売ってきた相手が悪いとこはあるんだろうな。でもまずいから無銭飲食はダメです。一口食って値段ばかり高いくせにまずいって感じだったんだろうがそれでもダメです。ぶっちゃけ丈太郎って自分から積極的に喧嘩売るタイプじゃないし、教師の方が生意気な生徒だ。ちょっと教育してやるかてな感じでちょっかい出してボコられたんだろうな。昭和時代だとガチでやべえ教師いたからな。確かに教師は敬うものだとは思うけど、何を勘違いしたのか教師は偉い、生徒は逆らうなみたいな。今なら炎上必死な奴らが結構ゴロゴロいた。体罰も当たり前だったし竹刀持ってる体育教師とかガチでいたし意味不明な校則も多かったし。丈太郎はツンデレだった？クーデレじゃないか？丈太郎がツンデレってのはかなりわかりやすくない？ジジイに対しても、かなりツンデレだしな。そのデレを幼少期のジョリーンに少しでも与えられていれば。そしてゲームの掛け合いでは3部の切れ出た頃に時にジョセフの不倫をジョウスケから直接知ってクソジジイ呼ばわりにまで落ちるという。ジョセフ失礼だな、純愛だよ。数字級ならばこちらは大義だ。アニメでは数字級への対応も優しかったから、口
ちではツンツンしてても家族を大切にしているよ。なお久しぶりに会ったおじいちゃんには扱いが高速でランクダウンする模様。アブブルチラ見してから呼び方変えてなかったっけ？人の目あるから不良イメージ優先したんだと、ディオニチ取られた時に駆け寄るところはまたおじいちゃんに戻ってた気がするし。家教員こんなことを言うのはなんだが、恋をするとしたらあんな気持ちの女性がいいと思います。守ってあげたいと思う。元気な温かな笑顔が見たいと思う。うむ食い気味そろそろ出発のようだな。アブブルの何かヤバそうだから早く話を切り上げたい心情が伝わってくる。うむを言わさぬうむ。話題を強制終了させるアブブル好き。さらっと言ってたけどほんとよく即座にこんな返しできるもんだな。もしか教員のセリフで止められて、これに対する適切なセリフを答えよ、とか出されたらまともな回答浮かぶ気がしねえ。アレッシー戦は設定ミスだと思うが大人をボコボコにできるあたり微妙。アレッシーがヘナチョコ体力ウジ虫野郎の可能性があるけど。かなり小さい頃はあんな感じで小中の時あたりはいい子していたけど、高校で我慢できなくなって原点回帰した可能性もある。あの性格とスタンドからして真面目に体を鍛えてるとも思えないし、普通に子供に負けるくらい弱かった可能性を挙げる。ジョナサンも泣くまで殴るのをやめないし、ジョセフもハイジャック相手に飛行機落として返り討ちにしてるし、ジョータロウも爆発力は生まれつきだろ。ヘナチョコなのは精神でしょ。スタンドからして相手を自分でも勝てる年齢まで逆行させるようなやつだし、何よりジョータロウを子供にして勝ちを確信した状態から急に反撃されたから、思い込みから何から全部ひっくり返されて狼狽してるうちにボコボコにされてリタイアしたんだと思う。月曜こそ真面目に仕事に行くか。普段行ってないのか。俺も月曜こそ真面目に就活するか。月曜って今日さ。ただの事実で草。割と言動の端々に育ちの良いお坊ちゃん感あるよね。言動の端々に育ちの良いお坊ちゃん感あるけ。これからてめえをジョータロウ、お坊ちゃまくんって呼んでやるぜ。ジョセフ祖父、不動産王朝どころじゃない金持ち、父親、ジャズミュージシャン。大きなコンサートもしてるから描写的に結構有名。母親、不動産王で富豪であろうジョセフの娘だから金持ちの霊嬢、育ちがいいってか、かなりの上流階級では。なぜか受けるスピードはワゴン石油、こっちの世界でいうスタンダードとかエクソンとかに相当する石油メジャーからの厚遇。これは多分不動産長者のジョセフの代から、アメリカ財界では割と謎なんだろうな。世界一の金持ちから、実の孫みたいな扱い。喧嘩相手を必要以上にぶちのめす、威張るだけの脳なし教師に気合を入れる、料金に見合わないまずい飯を出すレストランにはお金を出さない。自分なりの正義を貫いてたら不良のレッテル貼られてそのまま不良っぽく振る舞っていった感じ？暴力沙汰と無銭飲食は立派な不良の所業だよ。旅の始まりの理由はお母さん救うためだし、家に帰って母さんの料理がいいななんていう子が悪い奴なわけない。ジョリーンにはホリーさんくらいの勢いで接してあげなよ。いつも思うが母親思いをマザコンと同一視する奴はドタマかち割っても許されると思うんだ。色も似てれば飯にもパンにも合うからってカレーとビーフシチューを同じ料理だとのたまうに等しい所要だ。過保護な親って一時期ほんと面倒くさくなるから反抗期になりがちなのもわかる。だからこそいなくなってから初めてありがたみがわかるんだが、